はい、こんばんは。ひろちです、はい。今日はですね、休みの前の日なんですけれども、はい、夜のおやつ時間を過ごしていきたいと思います。そしたら、今日のおやつはですね、題名が長い。ストロベリー&ラズベリーソース仕立てマリトッツォ。なんですかね、これ。なんかよく見ますよね。なんかこれたくさん食べてる、なんか YouTube の人とか。でこちらは、結構、311カロリーなんですね。まあまあの時間に食べてますね、私。はい。まあ、YouTube の、ちょっとなんか思いつきノートみたいな感じのノートに、3つ、お題を書いてるんですよ。それどれを話そうかなと思ってて。はい。はい、このようになっております。これなんか、ほとんど生クリームですよね。これどうやって食べるのが正解なんですかね。こうやってかじったらもう顔がひどいことになりますよね。うわ、美味しそう。いただきます。夜です。ちょっと失敗したかもしれない。これはちょっとこの前和菓子をお皿に乗せて食べた時に、ひろちさん丁寧ですねみたいな言われたんですけど、私ガサツなんですよ。ちょっと食べてみますね。いただきます。美味しい。柔らかいパンみたいな感じですね。これ甘いものが嫌いな方も恐ろしいでしょ、この生クリーム。いちごのジャムみたいなのちょっと入っててとても美味しいです。やっぱりこうカロリーが高いものの方が美味しいですね。私今日リップは塗ってないんですけど、なぜかというと、もうお風呂に入ったんですよ。でもすっぴんでは取れないから、一応ファンデーションとかの下地というか、そういうのちょっと塗ったんですけど、口紅塗ってないです。すいません。それで何を話そうかなと思って、YouTube の話をしてくださいって言われた方があって、YouTube の話は何の話をしたらいいのかなと思ったんですけど、最近本当に1ヶ月ぐらいで多分3000人ぐらい登録者様が増えて、なんで YouTube について話そうかなと思って、まあ、私が YouTube を始めたきっかけやその経緯などをですね、ちょっと話していきたいと思いますね。始めた頃には思いもよらなかったこの現実が跳ねてるんですけど、そのような話をちょっとしようかなって思いました。この3つの中から現実を生きるリカちゃんっていう知ってます？素晴らしいと思います。私リカちゃん人形とかそういうの好きなんですけど、リカちゃんブックブックするらしいですよ。すごいですよね、可愛いリカちゃん。絶妙にポーズとかがすごく上手くて、人形をちょっとずつちょっとずつ動かして動画撮るんでしょう。相当時間かかりますよね。はい、YouTube の話ですね。で、私が YouTube を始めたのはまだ2年経ってないんですけど、11月に丸2年になりますね。この11月にが来たら、はい。で、なぜ始めたかというと、なんか YouTube をその頃結構よく見てて、なんか大食いの人とかもよく見てたんですね。私は大食いはできないんですけど。なんか面白かったから、私まだその時結婚してたんで、結婚してた頃に始めました、この YouTube。 離婚をする前に始めました。で、きっかけはその YouTube をすごく見てて、なんか購入品紹介とかも、私結構無印とかそういうユニクロとかなんかいろいろそういうの好きだから、そういう紹介する人結構いるじゃないですか。で、それの紹介されてる動画をよく見てたから、自分が無印良品に行った時になんか真似して動画を撮ってみたんですよ。で、それを娘に送って見せたりとかして、で見せて、それを何回かしてて、で娘になんか相談したんですよ。なんかお母さん、YouTube 本当にしてみようかなって言ったら、なんか顔は出さんでよみたいな、恥ずかしいけんみたいに言われて、それで顔を出すとちょっとなんかやっぱ知り合いとかに見られた時に恥ずかしいから、
じゃあ顔は出さんでからしてみようかなって思って、はい、最初の方は顔を出してないですね。顔を出さないでする方はたくさんいらっしゃるんですけど、そういう人たちはやっぱりあのクオリティが高いんですよね。あのインテリアであったりテロップのおしゃべりであったり、なんかそういう見せ方とか の, あのすごいおしゃれだったりする方が顔を出さなくてよくて、で私とかが顔を出さなくてできることって結構あんまりなくて、なんかメイク動画とかもあの最初の方出したんですよね。まあ下手くそなんですけど、メイクがびっくりするぐらい似合わないんですよね。なんでかいなと思うんですけど、なんですかね。で私はなんか結婚式とかがもしもあったら、なんかあのプロじゃないけど、その化粧をしてくれる方がいらっしゃって、じゃあちょっとでもいい感じに見えたいからそのしてもらおうかなと思うじゃないですか。絶対後悔するんですよ。あ、自分ですればよかったってなるぐらい、誰かにしてもらう化粧はちょっと暑いな。だけどちょっと今喋ってたら暑くなってきました。はい、化粧は似合わないっていうのちょっと置いといて、すいません、また道から外れてしまったんですけれども、それで、まあ、顔を出さないとできないことが多いなと思ったから、また娘に相談しました。お母さんやっぱり顔を出したいって言って、そしたら言っちゃないとみたいに言われて、はい、出しましたね。でまあその頃は言っても、登録者様が一桁でしたね。6人とか7人とかで、それでもなんか娘と、ね、7人って誰がそんな登録とかしてくれるんやろ、こんなお母さんの動画にって言ったら、本当やね、すごいね、誰やろ。娘は登録してくれてないんですね、今もそうなんですけど。だから誰誰と思って、で、まあ、それから何十人とか20人とかで、私結構その時にまあ、YouTube のをどうやってしていったらいいかっていう教えてくれるいろんな方がいらっしゃって、それとかを結構勉強してたんですよね。で勉強しても私にできることってそんなにはないので、はい、私は普通の会社員で、まあ、趣味というかなんか楽しみというかそういうのでしてるから、まあ、収益化は1000人達成してなんか YouTube から通帳に YouTube ってなって振り込みがあったらなんかすごいなと思って、思い出に残るなと思って、それだけはちょっと目指したいなって最初に思ってて、これでも結構編集して短くしてるので、私もっと喋ってるんですよね、本当は。だから編集が時間がかかるんですよ、自分のせいで、はい、で、そうこうしてるうちに離婚ってなったんですよね。全然 YouTube のことはもう全く関係がなくて、こっちに戻ってきて、私就職活動を始めたんですよね。もちろんこっちに持ってきて新しく仕事を始めないといけないから、でその辺ぐらいからなんかちょっと50、その時2歳やったと思うんですけど、52歳が就職活動をしているっていうのになんか結構ちょっと興味を示してくれた方がいて、私ちょっとこうやってするのちょっと癖なんですね。そっから少しずつ増えていたんですよね。でもそれでも100人なかったと思います。最初は娘の家に住んでて、娘の家からここに引っ越してきて、でそれから一人暮らしを始めた、なんかだから、アラフィフ一人暮らしみたいなのを始めて、ここで撮ったルームツアーがあって、それをきっかけに結構なんかちょっとずつ増えていって、でなんか200人になって、うわ200人と思って、じゃあ1000人ちょっと頑張ってみようかなって思って、はい、続けてきましたね、それから。そしたらまあ、はい、動画でも出してるんですけど、1000人に達成して、めでたく収益化ができたんですよね。ただ残念なことに、YouTube からの振り込みではなくて、Google からの振り込みで、通帳には Google って書いてあります。YouTube じゃなかったです。私でも。で、まあ、地道にやってきましたね。それからは別に、ちょっとずつ、再生回数っていうのが、まあ、増えたり、まあ、なんか、料理の動画結構人気がなくて。私、料理を作る、週に1回、本当に自分がご飯を作るところの
動画を撮るのと、こうやってお菓子を食べたりしながら動画を撮って喋る、まあどっちももう喋る動画なんですけど、それのやり方は多分最初からあんまり変わってないですね。たまにあのルックブックとかそうやって服を紹介してファッションショーとかしてるんですけど、結構私商品を紹介するのは結構好きですね。はい、でそんな感じで、はい、今まで来ましたね。はい、質問された方はもしかしたらその YouTube 始めたいのかなってちょっと思ったんですけど、いかがですか。はい、私はこんな性格なので、もう思い立ったらすぐ始めたいタイプで、はい、そんな感じで始めたんですけど、私ダイソーでアルバイトしていた話とかもしたんですけど、ダイソーまで行く時間とか、それでレジ閉めてちょっと遅くなってとかなって、時給で働くよりも家でこうやって喋って食べてこれが副業なら私はすごくいいなと思いました。このカメラっていうか、もう iPhone なんですけど、 iPhone だけでできるから、はい、iPhone 一つあれば YouTube できるんですよね。その手軽さがすごくいいなって思いましたね。はい、YouTube のこうしないと再生数伸びませんって言われる先生っていうか、 YouTube でそれを教えてくださる先生は、何かを伝えないとその再生回数は伸びませんって言われて、私は何も伝えられてないんですよね。まあ、物を紹介することは何かの役に立つかもしれないんですけど、ただこうやって喋るだけは役に立たないですよね。だからまあ結構悩みだりもしますね。どうやってしていったらいいんやろうって思って、でだからいろいろ YouTube で見るじゃないですか。他の方のおしゃれなんですよね、大体。はい、見た目も服とかもおしゃれだし、部屋とかのインテリアもおしゃれだし、料理に関して言えばキッチンが素敵やったり、器とかにこだわったり。私こだわりがないんですよね。はい、今日とか思ったんですよね。なんか休みの前の日やけど、なんか前みたいに嬉しくないのはやっぱり出かけられないからかなって思って、でも私は動画を出せばコメントをしてくださる皆さんと会話を直接できているわけじゃないけど、なんかそれに私が動画を出したことに対してコメントをくださって嬉しいです。やっぱりYouTube やっててよかったなと思いました。こんな時代だからこそ、はい、だからせっかくここまでゆるく生活の一部的な感じでやってきているので、はい、このまま、まあ、しばらくなんか登録者様が0人に減ったらもうちょっとあれってなるんですけど、見てくださる皆さんがいらっしゃる限りと、嬉しいことに楽しかったですとか、私の楽しみはひろちさんの動画を見ることですとか言っていただいたり、あと結構年上の女性の方からなんか楽しみが増えましたとか言っていただいて、なんかそういうのがやっぱり嬉しくてやってますね私。はい、そんな感じです。YouTube についていってこんなんでいいんですかね。まあ、収益のことに関して言えば、私は、そうですね、月でこう結構、まあ、ちょっと変わったりはするんですけど、だいたい3万円とか4万円やったらちょっと多い方ですね。今のところ3万いくらとかそんぐらいもらってます。だからまあそうですね、私の動画を見てくださってる方が今現在でこんな風にたくさんいらっしゃるので、まあなんかこの感じは変えない方がいいかなと思って、まあ、変えることもできないんですけど、はい、でまあ
皆さんからのヒントをもらいつつですね、はい、自分でも考えたテーマに沿ってですね、面白おかしく、時にはためになったり、はい、一緒に老後の心配をしたりですね、お金のことを考えたり、そういうふうにしていく動画ですね、私の動画は。はい、私の動画はいつもぶっつけ本番なんで、なんかシナリオ的なやつはないですね。作った方がいいんですかね、本当は。はい、何もないです。はい、そんな感じですね。はい、そしたら、はい、これぐらいでいいですかね、YouTube の話で他にすることあるかな。YouTube を見るのは未だにやっぱり好きだし、ラジオ感覚でお話を聞けれるのを聞きながら寝たりとかしたりとか、でやっぱりテレビはニュースとか見るけど、最近本当にドラマとかも見なくなって、なんかこういったたくさんのジャンルの中から自分で好きな動画を選んで見れるっていう、本当にこの時代に生まれて YouTube を発信することができて、年齢的にはあれなんですけど、時代の波にちょっと濡れてるかなってちょっと思ってて、はい、はい、では皆さんは、この夏もですね、もうちょっとまだ暑いんですけど、あとコロナの方もなかなかですね、緊急事態ばっかりで本当にたまらない感じなんですけれども、そんな感じの私の YouTube はこれからもこんな風にゆるく、はい、やっていきたいと思いますので、またこれからも見てくださいね、はい、あとヒントもくださったら嬉しいです。はい、ではすいません、今日もちょっとでもですね楽しく見ていただいた方がいらっしゃいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では今日も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。おやすみなさい。